はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今日はですね、カムカムエブリバディの次週予告ですね、先読みの方をやっていきたいと思います。3月14日月曜日に放送される第93話の予告になっておりますので、当然ネタバレを含みますので、その辺ご注意の上、見ていただければと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、第93話、日向と弟の桃太郎が大喧嘩をしていると、それをまとめに城が二人のもとへやってきます。二人はお互い恋の行方が残念なことになっているため、些細なことで喧嘩になったのでしょうか。その時、ジョーはトランペットを持っていたため、一体何の冗談かと、笑い出す子供たちが描かれるようです。ルイはジョーがかつてプロのトランペッターだったことを初めて二人に話して聞かせます。知られざる父の過去を知って驚く日向と桃太郎。一方、ルイはジョーのある言葉が気になっていて、…とあります。はい、この情のある言葉というのが気になりますね。私の予想になってしまいますが、情がもう一度ジャズ業界で頑張ってみるという一言ではなかったのでしょうか。第19週の予告で映っていたトミーの CD が情に音楽活動を再開させるきっかけになっているのでは。そしてルイはあの時のようにまた落ち込んでしまわないか、ジョーのことを心配しているため、気になったのではないでしょうか。はい、今回第93話では兄弟喧嘩がきっかけとなって日向と桃太郎は、ルイからお父さんは日向が生まれる前まではプロのトランペッターだった過去を説明される様子です。二人はこの話を聞いてどのように思うのか、そしてルイが気になったジョーの一言とはどういう一言だったのか気になりますね。そして第19週で日向と五十嵐、桃太郎と小夜子の恋バナはどう進展しているのかも気になります。今日ですね、3月7日の放送を見ていて、小夜子はガキ大将だった吉之丞と結婚するパターンもあるのではないかと思いましたが、どうなんでしょうか。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。